マティアス・クレメントは、カナダのプロレスラー。ブリティッシュ・コロンビア州バンクーバー出身。アメリカのプロレス団体である WWE にて、タイラー・ブリーズのリングネームで所属。2007年、PZW にて、マティアス・ワイルドのリングネームで、プロレスラーデビューを果たす。PZW のほか、ビキュなどカナダのインディー団体を中心に参戦。2010年1月、ポアに参戦した際、 ヘッドブッカーを担当していたランスストームに指示した。FCW NXT2010 年 WWE とディベロップメント契約を交わし入団。参加団体の FCW にマット・クレメントのリングネームでデビュー。その後、マイク・マクグラスへと解明。2011年4月にマイク・ダルトンへと解明。12月15日に FCW フロリダヘビー級王座への挑戦権をかけたバトルロイヤルにて優勝。当日に行われた王座戦にてレオ・クルーガーに挑戦するが敗戦した。2月2日には再戦を行い勝利し、FCW フロリダヘビー級王座を奪取することに成功した。しかし、同月21日にクルーガーと3度戦うことになり、敗戦して王座を奪われた。5月、 NXT シーズン後に参加し、エグザビアー・ウッズとのタッグで出場して、ジア・センションと交想するが連敗が続き、フェードアウト。また NXT が FCW と合併して、新生 NXT となったために移行するが、テレビショーでの出場は激減し、ハウスショーでの出場が中心となっていた。2013年6月、ナルシストのモデルギミックである、タイラー・ブリーズへと変更。 7月25日、NXT にて、アンジェロ・ドーキンスと対戦して勝利した。8月6日には、ダニー・バーチとスカッシュマッチを行い圧勝した。以降、試合に出場するたびに自分を、スマートフォンで連写するパフォーマンスが恒例となるが、いたずらで写真に写り込んだ CJ ・パーカーを見つけた、ことにより、因縁が生まれ、構想を開始。スマートフォンでオーダーする卑怯な手段などで、 勝利し続けたが10月30日の決着戦にて、敗れた。パーカーとの交争後、11月20日より開始された、NXT 王座挑戦権をかけた、ビートザクロックチャレンジマッチにて、カシアス・オーノと対戦するも敗戦し、王座戦線から早々に離脱するも、同月27日、オーノにリベンジマッチを申し込み、わずか9秒で勝利するという事態になった。 12月18日、ボーダラス VS、エイドリアン・ネビルによる、ランバー・ジャックマッチ形式の王座戦にランバー・ジャックの一人として登場した際、試合中にネビルと睨み合い、張り手を食らったことからネビルに妨害し敗戦させた、ことで因縁が生まれた。2014年1月15日、ネビルとの因縁の対戦を行うも敗戦。この一戦をきっかけに、プッシュされるようになり、2月19日には、 リベンジマッチを組まれるも帰り討ちにされた。5月15日、NXT 王座挑戦権をかけたトリプルスレッドマッチに対戦キット、サミ・ゼインと対戦するが、挑戦権を獲得するに至らなかった。5月29日、テイクオーバーでは、ゼインと NXT 王座挑戦権をかけたシングルマッチを行い勝利。挑戦権を獲得した。 6月より入場局を一新し、プロモーションを流してアピールするが指を骨折し、短期欠場となった。復帰後、8月14日にネビルと NXT 王座戦を行うが場外へと投げ出された際にタイソンキットの介入により、ノーコンテストとなった。これに憤慨したブリーズはネビルだけでなく、タイソンキットにも襲撃するが、最終的にサミ全員がリング内へと駆け込み、 にらみ合いの展開へとなり集結した。2015年7月16日、NXT にて GM である、ウィリアム・リーガルにトップとの選手と対戦することを要望したところ、8月22日に行われるテイクオーバーブルックリンにて、重心サンダー・ライガーと対戦することを伝えられた。そして8月22日、テイクオーバーブルックリンにてライガーと対戦。試合では終始、 ライガー優勢で進み最後にはライガーボムを決められて敗戦した。10月7日、テイクオーバーリスペクトにてアポロクルーズと対戦。ブリーズの蹴り技を中心とした打撃で試合を組み立て、シャープシューターや裏カン7などで隙をついて仕掛ける。しかし、クルーズのカウンター技で返され、終盤にスタンディングムーンサルトプレスを膝によるさんで返して、 ランニングエルボーを決めるが2回目のランニングエルボーを仕掛けたところバイシクルキックで切り返されスタンディングブルーサンダーを暗らい敗戦した WWE2015 年10月22日 WWE スマークダウンにて昇格ザミズが担当するトークコーナーであるマイズトブでディーバのサマーレイとドルフジグラーの口論にてサマーの新たなパートナーとして紹介され登場 ジグラーにバカにされると襲撃を始め、ビューティーショットを決めて、リングから去った。11月9日、RAW にて空位となった、WWE 世界ヘビー級王座、争奪トーナメントに出場。1回戦にてディーン・アンブローズを相手に、WWE でのデビュー戦を行うが場外から、リングに戻ってきたところへ丸め込まれ敗戦した。11月22日、 サバイバーシリーズ2015にて、ドルフ・ジグラーと対戦。終盤に、ジグラーのスーパーキックを避けて場外へ逃げようとするが、捕まり、カウンターで、ジグラーのすねを蹴りひるんだところへアンプリティアを決めて、勝利した。2017年4月18日のスマックダウンライブにて、ブリーザン後として、同じヒールの、ジアセンションと対戦。その後は、ベビーフェイスの、 アメリカンアルファとの対戦を TV およびライブで続けていたが4月28日ペオリア大会で再びジアセンションと対戦それ以降はジアセンションや RAW から移ってきたザ・コロンズエーデン・イングリッシュとヒールサイドのまま対戦を続け徐々にベビーフェイス化していくそして5月23日のスマックダウンライブでのウーソズとのタッグ王座戦を機に正式に フェイスターンを果たした。ありがとうございます。